環境省と JCI 日本による SDGs パートナー宣言締結式を執り行いたいと存じます。2020年11月7日、環境省は公益社団法人日本青年会議所と連携する協定を結びました。今環境大臣として何をやってるかというと、経済社会のリデザイン再設計とありますけど、脱炭素社会の移行、そしてサーキュラーエコノミー、そして分散型の社会、これを3つ合わせて移行の加速を進めていくことで、コロナからの経済社会の復興の時に元に戻すんじゃなくて再設計をする、リデザインをしたいっていうのが今私がやってることです。本当に今時代の転換点が政治にも起きたというのは、菅総理による2050年までの CO2 を実質排出ゼロにするという、これカーボンニュートラルっていうんですけど、これを総理があと30年以内にやりますと、これ言ったのは本当に政治の転換点、日本の時代の転換点なのは間違いないですね。169の自治体が、実は政府が宣言をする前から2050年までの実質排出ゼロを宣言をしていたんですけど、これを後押ししてきたのが環境省でした。なんでこれをやるのか、なぜかっていうところを分かりやすく1枚で示すとこうなります。要はね、これなんです。私の問題意識は、日本はエネルギーの自給率っていうのが低いは誰でも知ってますよね、今ね。でそのために我々ほとんどは中東に毎年17兆円払ってんですよ。17兆円毎年外に払ってんです。これは日本の中に残らない金なんです。つまり死に金なんです。これを地域での分散型エネルギーも地産地消する、こういう形に変えていくことで、この17兆円を外に払い続けることをいきなりゼロにすることは難しいけども、どうせお金を日本から払うんだったら生きるお金の使い方しませんかと。全国には1700の自治体があって、1700の自治体の9割はエネルギーの収支が赤字なんです。つまり自分たちの地域で本当は太陽光とか地熱とか風力とかバイオマスとか温泉熱とかいろんな地域の資源、これを自分たちの地域の電力の元として活用できれば地域の中にお金が回るはずなのに、9割の自治体はそれを電力会社と契約をして外側にお金を流してる。これを変えましょうよというのがリデザインなんです。だから総理が言う脱炭素社会で、さっきのパネルであったサーキュラーエコノミー、そしてこの分散型の社会、この3つの移行を今このコロナの後からの経済社会の復興、ポストコロナに向けて一気に後押しをやっていきたい。環境省と JCI のパートナーシップ、これを生かして経済社会のリデザイン、ここにたどり着いていけるように頑張ります。これからも一緒になって頑張っていきましょう。ありがとうございました。持続可能な社会へ向けての脱炭素社会、それは私たち一人一人のライフスタイルの変革によって実現することができます。2050年脱炭素社会、私たちの未来のために、そして地球の未来のために。